野手やること多いんで、打つだけじゃないんで、はい、めちゃくちゃしんどかった。もともとピッチャー入団でここまで結果残してるのいないですよね。いないっすよ。それこそ新庄さんにも当時野手やったらいいんじゃないのって言われたんです。知ってますね。いや、キャンプ中に言われた話なんですね。それこそ一軍キャンプのアップ中ですね。アップ中、はい、アピールしてたピッチングじゃないし、足がないところアピールしてたら新庄さんに言われましたね。早いな足、野手やれば言われた時やっぱどう思います？その時はピッチャーしか頭ないですもんね。そうですね今思ったらすごい観点で人見てはるな、見る目ある。そうです。